どうも、VIP です。やってきました、VIP です。よろしくお願いします。VIP です。そして、今日なんですけど、こちらの方に来てもらってます。どうもこんにちは、G です。はい、よろしくお願いします。お願いしおま願いします。す。ですね、皆さん多分知らないと思うんですけど、僕と G さんは、僕が YouTube を始めた時から知り合いなんですよね。知ですり合いとね。いう言い方おかしいですけど、僕の方からちょっとじいさんの方に YouTube のやり方を教わったっていう形になってるんですよ。はい。なので、本当にね、クレイさんもそうですけど、じいさんに一番本当にもよくしてもらってて、本当にありがとうございます、その説は。こちらこそ ありがとうございます。で、コラボは前からね、ちょっとじいさんといつかしようって話をしてたんで、そうですね。今こうやって、ね、コラボしてるんですけど、そのコラボの記念と言っちゃなんなんですけど、ちょっとプレゼント企画をね、考えてましてね。ですね。とりあえず、僕の方で3名で、じいさんの方で3名、計6名の方に、Google プレイカードおよび iTunes カード3000分をプレゼントしたいと思ってます。いやー、でかいですね、3000はね。そうで 本当に。すね。もう無課金の方もね、これを機に応募してもらって、当選したらね、それで課金しても課金にはならないんで、無課金で通してもらっても全然大丈夫なんでね、そこは。もうそこは僕が胸張って言っときますんで、安心してください。もう VIP が言ったからって言ってもらっていいんでね、無課金って。誰がそれで納得するかっていう話ですけど、そんな感じでね、やらせてもらいます。で、ただね、プレゼント企画だけやったら、あんまり面白くないかなと、ちょっと僕、個人的に思ってまして。今から、合計試合数を2試合します。で、1試合目と2試合目の得失点差で、さらにプレゼント当選者を増やすという形にね、したいと思ってます。なんで、ちょっと詳しく言うと、例えば1試合目、僕が G さんに、3対1で勝ったとしましょう。なら G さんの得失点差はマイナス2になるわけですよね。で、その次に G さんのチャンネルで試合して、その2試合目が、例えばそこは G さんが僕に、5対0で勝ったとしましょうよ。例えば。そうすると、G さんは得失点がプラス3になるわけですよね。で、僕がマイナス3になるわけなんですよ。そこで一気に。そうですよね。すみません。続けるのかなと思いました。ごめんなさい、ごめんなさい。マイナス3になるわけなんですよ。で、マイナス3になって、大丈夫ですか？ 大丈夫ですよ。マイナス3になって、そこの、プラス3人を僕が背負うと。なので、僕が6名、G さんが3名、合計9名の方にプレゼント、3000円のカードがプレゼントされるという内容でいきたいと思います。合ってますよね？大丈夫です。大丈夫ですよね。こうなんかちょっ邪魔と、しちゃいけないかなと思って。いや、大丈夫ですよ、全然、そこは。で、肝心なね、応募条件なんですけど、とりあえずお互いのチャンネル登録をまずしてもらうと。まだ2本目の動画も上がるんですけど、じいさんのチャンネルも貼っとくんで、まずこれチャンネル登録絶対してください。で、あと動画にコメントですね。僕の動画でもいいんですけど、両方の動画にね、コメントしてもらった方が選ばれる確率はね、もちろん高くなりますよね。ということで、ですよね。3名3名なんで、僕の方のチャンネルからまず3名選ぶんでね。で、じいさんの方のチャンネルからもコメントから3名選ぶんで、で、得失点差でプラスされた分をどっちかのチャンネルで、またね、プラスで選びますラスんで、で、なので、両方の動画にコメントしてもらえば、一応当選確率は2倍になりますんで、そうですね。コメント1個、1回するよりもね。だから2倍になりますんで、そこはね、コメントしていただければなと思います。コメントの量はね、もう自由ですね、そこはね。1人1回とか決めずに、もう自由でいいと思います。そうですね。もうそこで本当にランダムで選ばせてもらうんで、例えばコメントが長かったら選ばれるとか、短かったら選ばれないとか、そういうのはもう全くなしでいきたいと思ってます。本当にランダムで選ぶんで、どしどしどうしおま願す。いします。お願いします。ということで、その当選発表なんですけどね、コメントからまずコメントを選ばせてもらって、そのコメント、当選者コメントに僕たちから返信をします。僕の動画です、僕のコメント欄でしたら、僕の方から返信しますんで、その返信もらった人は、その返信にツイッターの ID をね、書いてほしいんですよね。で、そのツイッターの ID に僕たちが DM を送るんで、
まあ、ツイッターやってないよとかそういう方はできれば当選したらツイッターを作ってもらうと。作ってない人はね、はい、元から作ってる人はそこにツイッターの、ね、ID 変えてもらえば DM 送りますんで僕らの方からね。そういう感じで当選発表したいと思ってます。はい、当選発表の日にちなんですけど、まあ詳しいことはまたあの概要欄に書いてますんで、ぜひ概要欄の方もチェックお願いします。はい、お願いします。と、はいうことで早速ですけどガチ勝負いきましょうか。やりますか。いやマジでこれガチ勝負なんでねしかもあれですよね、 VIP さんと対戦するのって初めてじゃないですか。初めてですよ。そうなんですよ。もうランク戦とか大会とかでも1回も当たったことないですもんね。1回もないんですよね。だからね僕めっちゃ緊張してるんですよねわかります、はい、しかもこれねやっぱ一応あの優勝してますんで負けれないというね、はいはい、あれもあるんでやりましょうか。やりましょう。はい、じゃあ、まず1試合目の方ねやっていきたいと思います。はいはいはい、ということで、ルーム戦の画面来たんですけど、ルールなんですけど、とりあえず3イニングですね、はいはい、3イニングで特別延長は1回と、はい、スピリッツの統一はなしで、もうそこは本当にガチでやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ早速ですか。大丈夫ですか。大丈夫です。意気込みはありますか。意気込みは、意気込みは、はい、手汗がやばいですとりあえずあの得失点差も絡んでくるんでね、はい、とりあえずまあ6名のプレゼントですけど、そこからの得失点差でね、はい、どっちか増えるんでね、はい、0-0で終わることは多分ないと思うんで。いやーないんじゃないですかね。はい、はい、じゃあもう行きましょうか。早速行きましょう。じゃあ行きます。はいはい、はい、ということで、あ、これまあちょっと誤差ありますよね。多分反応に誤差が出るかもしれないですね。まあそこはちょっとまあもう、はい、動画なんでしゃあないですけどね、やっていきましょう。はい、はい、じゃあ僕一発お願いします。なんで圧なんですかよし、はい、あ、緊張するな。やばいですね。初対決ですからね。初対決やばいです。これめっちゃ緊張します。おお俺西選手の攻略動画出してますからね。いやですね、それ まだじいさん見てないって言ってましたけど。はい、ナイスボールですね。よしよし、ノーボールツーストライク。このプレッシャーやばいっすね。はい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 まあ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 、ランク戦でこんな手汗かかないっすよやばいっすね。はい、そう、いやちょっと危ねえ。あ、じゃあ、はい、山田選手インコース見えない説ありますからねコントロールがついてるんですね。コントロールついてるんですよね。なるほど。これねやっぱ分かんないっすよ西さんは。いやそりゃそうでしょ。それ、はい、なんで僕使ってるんでね、ニッセン最近。はい、ああ。ほんとランク戦できたら嫌ですもんね。ですよね。俺もね、ニッセン主義者なんですよ、はい、ランク戦できたら。まずい。おい。ナイス。ナイス。柳田シフト。柳田ですね。柳田シフト。さあこれから。さあ行きますよ。これマジでコールとしたらあれですよ、じいさん。マイナス5からのスタートですからね。やばいっす。まあちょっと大きいこと言ってますけど。はい。いきますか。おおやばい、普段より緊張する。あーやばい、やってもた。取れやってもたいやこれ多分視聴者の人もかなりね見たい対決やったと思うんですよ。いやコメント欄ですごい来てましたんでね、じいさんと対決してくださいって。いやビッグさんの試合は見たいっすよ、やっぱ。よいしょあ、ね、あパンダ出た、フェンチョクタンダ。フェンチョクタンダ、はい、マサティカ生サティ生マサティカやばいよいしょ、はい、いやこれホームラン打ちたいな。あ、やってもうた。じゃあよしよしよし、やってもうた。くっそくっそ分かってたんですけどね、今。マジっすか。はい、まあ、シフトも忘れずにね。いやか、いやーくっそマジか、くっそ。え、4番小林っすか。あ、そっか、じいさんあれか。そうです、ここで。意外とこういう方少ないんですけどね。いや僕はね、そうっすね、それしないっすね、はい、出た、ね、ビッグフライ大谷選手、はい、怖え。一発ありますよ。僕中継ぎはすぐ変えるんでね。あ、ですよね。
いや甘く入ったらいかれる。よし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 。今の高速スライダーですか。そうなんですよ。ミス。いや取る。ああ。やばい。ああ嘘嘘嘘。嘘嘘嘘危ねえ。焦る。よしよし、危ねえ。マジで危なかった今。確か口がめっちゃ乾いてます。ランク戦の5倍ぐらい緊張したわ。確か。いやいいっすね。コントロールついてないけどコントロールがされてますわ。いや取れる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 。よしナイス。あ、ミスったミスったミスった。よし、やってもうた。ちょっと待って、いやあかんて。日本一の嫉妬っすね。やってもうた今のが。やってもうた。いや今引っ張り警戒にしようと思って指ミスったっすわ。なるほど。あ、もうあかんわ。うわ、ナイス。マジか。いやまあまあまだ1点やからね。うわ、くっそ、やってもうた。いやちょマジでガチでやらないと。これは負けたくない。運動してる波にやばいですね、心臓が。よし、今日見えてる見えてる。まずは出してチャンスを作っていきたいところですよね。まだ1点差ですからね。よっしゃ。うわストライクですか今の。マジか。やばいやばいやばい。てかさっきやばいって言わんかったらよかったな。いやそこですよね。よし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 。いや抜けるか。いやさっきやばいって言わんかったらよかったっすね。いやくそ、なんかその嫉妬をバラしてしまった感がある。そうなんですよね。いやーいいぞ。よしよし。いやちょっと待ってどうしようかよ。あーこれ動画で見たことあります。宮崎さんを、敏郎さんをね、ちょっとあのスライダーカットあるときはね、敏郎さん帰るんですよね。なるほど。なんとしても同点に持ち込みたいですよね。そうですよね。いや打ちたい。よしよし、うん、タイピンチつく前に仕留めたいんですよ。それはありますね。そうですね。ですよね。さあ何を狙っていくか。よしよし、次が3球目。よいしょー。いや逃げてないですか。ちょっと逃げてません。いやすごいっすね。いやーちょっと待って、トラントで。うえ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 、なんすか今の飛び方。今落ちてなかったっすか。ちょっと待って、リクエストやって。いやバウンドしたのに。なんすか今の。うわ能力下がってる。225外したんでね。ああなるほど。やばいやばい。うギリ。おお見るんすね。マジか。やってもだーやばい。やばい。負け。3回まであるんすもんね。そうだ、3回ですよ。3回ですよ。感覚が俺裏なんで。ここでジャイアンツ守備を変えてきました。ちょっと水分補給していいですか。あ、いいですよ。OK です OK です。あ、OK ですか。早っ。OK です。はい、ジャイアンツ1点ビハインドで迎える最終回です。小宮山さん、よいしょ。もう1球1球力入りまくってやばいですね。まだ点差は1点。あ、なるほど。よいしょ。いやマジで嫉妬もったいないこれですね。お願いします。やばい。よし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 。おお、いける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 。ナイス。さすが大西川選手。あんまり振り遅れないんですけどね。いやマジでね、西選手打ちにくいんですよ。え。ここで行きます。え、変えるんすか西川さん。あんだけ動画で欲しい欲しいって言ってた西川さんを変えるんすね。最近ね少し変えるんですよ。
あ、え、何の空振りですか。やばい、やばい。うわー、もうこれマジもったいないわ。いや、まだ分からんけど、まだ分からないですけど。いやー、ちょっと絶対負けられへん、これは。これは守備固めで大和さんを入れると。俺っすやん。俺ですやん。いやー、ちょ、マジで集中しないと。うわー、入れてくるんか。まあそうですね。やばい、見せてもらいたいですよね。ちょっと待って、そういうのなしっすよ。そういうのなし、マジで嫉妬やと思うから。なしっすか。あー、いや、今嫉妬かと思って俺動かしてなかったっすもん、指。よっしゃ。よしさよならですよ、さよなら。あそこら辺はうまいっすね。いや、もうそこは呼んでましたよ、今のは。そこはね。よし、おー、ビビったー。次が2球目。いや、手出すんですよ、これ俺出しちゃうんですよね。よいしょー、見たー。よいしょいちいちうるさい。いや、そうなりますよ、でも。落ちる。いやー、くっそさあ、固めてますよ。固めさせてもらってますよ。よし、いや、これいきそうな気しますよ、僕。あー、いける、いける。うわー、マジか。なるほどね。うわー、ちゃんと読んでなかった。読んでなかった。マサティカ、マサティカ。いける、マサティカで決める。なんとなく分かってきましたよ、俺、じいさんの配球。マジっすか。あはははは、よしよしよし。そっか、そうですよね。うわ、どうしようかな、これ変えようかな。いやマジでよかった、同点に追いついて。怖っ。とりあえずこれゼロで押されたら、はい、ポイント制で勝っちゃうんでね、僕ですね。何が何でもじいさんを手に入れないとダメですよ。はい、タイピングがあるんですね。タイピングがあるんですよ。なるほど、なるほど、そうですか。低め、これは外れた。うわ、見ますね。うわ、これで3ボール。危ねえ。お願いします。やばい。よっしゃー、よし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 。微妙に振り遅れてるんですよね。変えます。お、誰が来るんすか。マシアンっすよ。マッソンっすか。じいさん、この前動画出してましたけどね。果たして打てるのか。はい、それはもうあんだけ動画出したら打たないとやばいっすよ。いやー、プレッシャーじゃないですか。いや、ボールだ。ゲッツ、いけいけいけ。はい。今のリクエストしない。何のリクエストですか。とりあえず得失点差なんでね、ゼロで抑えたいわけですから。そうですね。はい。それはね、視聴者の方にやっぱりプレゼントを増やすためですよ。マジっすか。はい、やってもらった。あ、ゲッ。終わりか。
いやー、てことでね、とりあえずエンディングいきますね。はい、はい、はい、てことで、試合の方終わったんですけど、どうでした、じいさん。いやー、なんかね、はい、まず日本一のかけらも見えなかったっす、ね、言うね、めっちゃ言うっすやん。いや、それはまあ嘘ですけど。でもね、こんなにね、楽しいと思わなかったっす、ね。はい、いや、俺もね、めっちゃ楽しかったです。ほんまに初対戦でやって、はい、すごい楽しくて。はい、で、まぁ、あ、ちょっとね、セコ技使いましたけど、これはね、ちょっと視聴者の方には誤解してほしくないんですけど、はい、僕はあなたたちにプレゼントの数を増やすために取った策ですから、あのまま00で終わってたら、ね、次、じいさんのチャンネルでも00で終わってしまったら、3名、3名の王なんで、はい、ここはガチっていうのを伝わらせるために、僕はちょっとセコい技を使わせてもらいました。はい、すいません。はい。さすがっす。はい。ということで、まあ、とりあえず、今のところの途中経過なんですけど、はい、じいさんの方が1点差で負けたので、4名様にプレゼントをしないといけない状況になってます。で、僕の方は変わらず3名です。はい、で、はい、次、じいさんの動画、まあ、明日上がると思うんで、その明日上がる動画で最終結果が出てますんで、そこで、何名様っていうのははっきり出てますんでね、まあ、もしかしたらこの後じいさんが僕にコールドで買ったらね、5点差で買ったら僕マイナス4になるんで、僕がプラス4名になっちゃうんでね、次、はい、はい、そういう形でやってますんで、とりあえずチャンネル登録の方はもうお互いね、今の時点でしといてもらって、もうあのじいさんのチャンネルも下の概要欄に貼ってますんで、はい、はい、で動画のコメントもとりあえず僕の動画も今出てるんで、このコメントもう今からもうスタートなんで、コメントしてもらって、その中から選ばせてもらいますんで、はい、はい、で明日上がるじいさんの動画も見てもらって、そちらの方にもコメントしてもらえれば、一応当選確率はね増えますんでね。そうですね、はい、そんな感じになってますんで、まあちょっと長くなったかもしれないですけど、はい、とりあえずコラボ企画第1弾は終わりということで、はい、次第2弾が明日じいさんの動画で上がるということで、はい、ぜひそちらの方見てもらいたいと思います。お願いします。はい、ということでじいさん、まあ、また次、はい、今から2本目ですけどね。そうですね、はい、まあ今、はい、とりあえず終わりましょうか。はい、はい、ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。